こんばんは、レース実況アナウンサーの地目者山中豊と、こんばんは、船橋競馬所属の澤田です。よろしくお願いします。2024ジョッキーズフェスティバルファースト優勝スペシャルインタビューをスタートいたします。ジョッキーズフェスティバルでは抽選で騎乗馬が決まるわけですが、今日のスティールウィル号に騎乗することになってどんな風に思いましたか？ここね、数戦いい成績を残している馬だったので、まあ、人気するだろうなっていう風にはもう抽選で当たった時点で思ってたので、まあ、こうやっていい結果を出せて良かったと思ってます。管理する佐藤雄太調教師とは何か事前に作戦を練られたりとかしたんですか？そうですね、両屋に合ってるよっていう感じで、はいはい、まあ、合ってると思うよっていう感じで好きなように乗ってきてっていう風に言ってくださったので、はい、最後接戦になりましたが勝った確信というのはありましたか？少しね、ずる賢い馬というか、で馬場の展開というか、今日一日昨日からの流れでもね、前が少し楽だと止まらない傾向にあったので、ちょっと早めに捕まえに行きたいなっていう気持ちで追ってました。2200は少しこの馬にとっては長いかなっていう感触ではあったんですけどね、今後もこのぐらいのクラスでしたら通用すると思うんで、今後も応援してあげてください。それでも 2200m 克服してくれました澤田騎手、攻略法を掴んでるんじゃないですか、2200m の。攻略法はちょっとね、その日の展開や馬場状態、枠順、すべてがこう噛み合ってのレース結果っていう風になるんで、ちょっとまだ攻略法っていうのは掴めてないかもしれないです。今日はもう馬の力で勝たせてもらったっていう感じですね。ここからは澤田騎手の内面について少し深掘りしていきたいと思います。船橋競馬所属の澤田亮也です。血液型は何型ですか？ AB 型です。負けず嫌い、レースに向けての予習、終わってからの復習は、まあ、誰よりもしてるつもりで毎日乗せてもらってます。自分ではちょっと分かんないですねそれはもう皆さんの、はい、野球選手、プロ野球選手か騎手っていう風に小学校の卒業アルバムには書いてました。特にはないです。じゃあ下の名前で呼んでほしい。ちょっと呼びづらいですからね、亮也っていうのがね最近遠征でいろんなところに行くことが増えてきたんで、現地の人たちならではの美味しいご飯や、はい、お店に連れて行ってもらってます。自分ラーメンがすごい好きなんで、まあ、各地どこでも、まあ、何味でもどんなラーメンでも美味しく食べれてます、はい、俺ら入れないですからねまあでも馬乗ってて見た感じは、あの一番奥の、あの人工芝というか、みんな寝そべってていいなっていうふうには思って馬の上から見てます、はい、騎手馬のレベルが高い競馬場だと思ってます。うん、あとはまあスタンドも新しくなって、やっぱり今までと違った景色、環境で多分お客様もレースを見れると思うんで、そういったところが魅力かなっていうふうに思います。最後にファンの方へメッセージをお願いいたします。今回からシステムが変わったということで、勝ち抜け戦ということで、これからも船橋ジョッキーズ続いていくと思うので、応援よろしくお願いします。2024ジョッキーズフェスティバル、みんなで盛り上げていきましょう。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。